こんにちは。こんにちは。ピカイチ野菜くん、ハセです。ホリです。11月に入ってだいぶ寒くなってきましたね。そうですね。朝とかももう大変ですね。寒くて。寒いですね。実は寒いといえばちょっと一件ご質問が来てまして、はい、ちょっと紹介してもいいですか。どうぞ。はい。こちら冷凍ジュースを、ご購入いただいた方からのご質問で、冷凍ジュースの解凍方法でお聞きしたいことがあるのですが、最近寒くなってきてジュースを溶かすのが大変です。何かいい方法はありますか、ということなんですけれども。何かいい方法か。そうですね。もう冷たいわ。もうなかなか溶けないじゃない。お母さん何してるの。え、冷凍ジュースを溶かしてるのよ。え、水で。そうよ。いや、お母さん、このジュースはお湯で溶かしても大丈夫なんだよ。え、そうなの。そう、人肌のお湯なら溶かすことができます。熱湯での解凍は火傷やフィルムが変形してしまう原因になりますのでご注意ください。また冷蔵庫に入れて解凍することやレンジで温めるといった解凍はおやめください。はあ、早く溶けるし、手も冷たくならないし楽だわ。よかったね、お母さん。うん。お湯で解凍なら、この寒い季節も安心して解凍することができますね。そうですね、うん、ぜひこれからの季節は参考にしていただきたいです、うん。くれぐれもちょっと熱湯で火傷とかはしないようにご注意ください。ご意見ご質問がありましたら、動画のコメント欄や LINE もありますので、お気軽にご相談ください。はい、よろしくお願いします。